湘南のエース西田豪雅。今大会は全試合ほぼ一人で投げ抜き、イニング数より多い50奪三振で、決勝も無四球完封という抜群の安定感を誇りました。打っても打率がチームトップの5割超えで、まさに投打の柱となりました。その西田を全試合リードしてきたのがキャッチャー長澤明日香です。県で一番いいピッチャーだと思っているので、そのピッチャーと一緒にバッテリーを組んで甲子園に行けるっていうのは自分としてもすごく嬉しいです。頭いいんで、配球、バッターバッターに対して配球を考えてくれて、サイン出してくれます。ボールが浮いてきたらすぐタイム取ってくれて、マウンドに来てくれるんで、すごいありがたいです。長澤は今大会スリーランホームランを放つなど6打点と活躍。守備ではパスボールゼロ、チーム防御率 1.31 という数字に大きく貢献するリードで、攻守に存在感を発揮しました。追い込んで自分たちが有利なカウントになった時には、大きくジェスチャーをして低めに投げてこいっていうところは心がけています。そんなバッテリーには決勝まで1球も投げていなかった隠し球があったといいます。それがスプリットです。右バッターのいい空振りが欲しいときに、チェンジアップだったら、当てられてたんで、落として空振りが取りたいと思ったんで覚えました。大会の1ヶ月ほど前に身につけたという縦に鋭く落ちる変化球スプリット。1番バッターに初回チェンジアップ打たれたんで、次の回から使おうっていう話になったんで。決勝で右バッターから奪った4つの三振のうち3つが新球スプリットでした。決勝になって一回り目で、見せつけたことによって、相手バッターも少しあれと思ってくれたのかなとは思ってます。試合を重ねるにつれて進化するバッテリーが全国の強打者たちに立ち向かいます。緊張とかたくさんすると思うんですけど、自分のピッチングをしっかりしていきたいです。球場は関係なく、目の前の相手に集中して、その上で楽しめたらいいなと思います。